もう最近思うんだよ。二次三次の切り抜きとかさ、YouTube で見てるときに二次三次の歴史みたいなさ、まあ、最初どんなんだったかみたいな、二次サバの最初みたいな、まとめ動画を作ってくれてる人とかいるじゃん、有識者でね、ファンの人で。で、そういうの見てるとさ、なんかすごい変わったなって思うこともあるの。うん。なんか二次三次、昔から見てると、すごいいっぱい友達増えたなって、仲間が、家族が増えたなと、思うのと同時に、海外の方もね、昔ならいなかったけど、あんま関わりなかった、いたとしても。でもこうやってたくさん関わりのね、マイクラだったりとか関われる機会が増えて、むちゃくちゃ良かったなって、思ったりしてた。うん。みんながさ、二次三次見始めたのはさ、どれぐらいなんだろうな。ユーはどこから二次三次へってやつだ。委員長から。すごい !5 年前ってことか。佐々木に嫌われているから入った。おー!さくちゃんが帰ってきた時ね。ひまちゃんが1ヶ月ぐらいお休みしてた時にアーカイブにハマった。おー!すごい、ゲマズのテストだった。ゲマズのテストは実は YouTube じゃなくてオープンレックっていうね、サイトだったんですね。すごい、1期生から見てる人多くない？すごいね。もちろん昨日とか今日から見始めた人も多いと思うんだけどさ。ヒマのリスナーは、最初から見てる人結構多いな。コメント見た感じ。あ、でもエデン組のちょっと前からって人もいるから、エデンっていつデビューだ？ 1 年ぐらいか。で、1年前ぐらいから見始めた人もいるんだね、ヒマ。え、嬉しい！PUBG でひまちゃんを見た推しになったよ、ハート。PUBG 夏！ニーヤンと、クズハートの黒のひまわりからってことか。懐かしい！懐かしい！むちゃくちゃ懐かしい！あの時楽しかったなぁ。あの時もなんか。まだ配信初心者で右も左もわかんなくて、ニーヤにめっちゃ機材聞いたりしてたな。うん。かなかなと混ざった。そうそうそう。シリンソー大好きだよ。あー、シリンソー。シリンソーね。あ、そうか、シリンソー出たの、出た大会はシリンソーだったっけ？そうだ、シリンソーね。懐かしい。またやりたいね。また、みんなが、集まれるときにやれたらいいよね。それこそ夏過ぎのね、11月のゲームの日あたりとかにね、またなんか、一緒のゲームでもできたらいいなってね、思うよね。ゆまずしか勝たん！ゆまずかしか勝たん！しか勝たんゲマズ！EX ゲマズ最強。